旅に出よう旅に出よう曇った空晴れるさ始めよう始めようやった今日は尾形尾形もっと全世界に宮城の良さを広めようじゃありませんか、うん、おーいいですねそれはいいですねカルタ作りましょうあいいとこカルタおーいいじゃないですかうん、うん、宮城のいいとこ探す旅は石巻で自動車の塗装に挑戦これ誰こいつですこいつです直樹名刺お願いしますいきます整備には笑顔と真心モヒカンありどうですかいいですね歩けあよいしょ宮城のいいところを詰め込んだおがりかるたはいよいよ残り10枚ラストスパート頑張りましょう街ぶらしながら中洲の公園にやってきました石巻の街の雰囲気歩きながら感じてそうですね、うん、作っていきましょうまだ山奥とねあの車屋しか行っててないですから何すかその言い方だからこの50音作るにあたってもうちょっと街に触れないと街、ね、が大事ね街、はい、の PR、うん、していかないと石巻に来てほしい、うん、のどかだ綺麗ですもんね綺麗デートしたいわこういうところいいですね、うん、こうやってね、うん、やりたいよこうやって彼女とやってみてくださいよ赤と青じゃないですかやっぱりそうだな逃げたなお前恋愛しちゃう恋愛してもいいよみたいな寺子綺麗だな海がそうね寺子と海見てるとさ心があったかくなるなそうね寺子何この石巻で俺とずっと一緒に暮らしていかないかごめんうちアキラくんが好きうわあ失恋も石の日はい、以上となりました、はい、こちらからは以上です寺子に振られた直樹くん恋愛で一句恋愛がしたくなる場所石巻今まさにもうリアルだもんねもうリアルあの建物見てどうですかねあれが漫画館あれ漫画館ですか石森章太郎さんおお仮面ライダー漫画館を題材に寺やんとあきらくんの合作ですロマンとか夢とか生まれたこの場所で落ちてるかもね変身ベルトもういいじゃん、うん、めっちゃいいじゃんどうですかいいと思ったなんでさあれポリスさんポリスさんなんでポリスさんが今いつからそんな権限いや見られたから思わず言っちゃいましたいいと思います高原さんいいですかありがとうございますこの番組見られたら権限があると思ってしまう安倍勝自動車島店長おすすめのお店にやってきましためっちゃ美味しそうじゃんーラーメンもある中華もやってるんすね中華もやってるパンチャンラーメン結構人いますよあ、本当だあ広い広い広い石巻焼きそばの名店三浦屋石巻焼きそばは二度蒸しして茶色くなった麺が特徴のご当地 B 級グルメですはいお待たせしましたおお来た来た来た S サイズの片目とチーズハムカツのせのお客様はいここですはいでこれ S ですか S です、ね、でもこれ、はい、えうわ結構驚かれます S でこの大きさですか、はい、こちら S の片目とエビフライですねエビフライめっちゃでかい大ぶりうわうわすごいねジャンボじゃないですかジャンボエビフライだよこれこちらが M サイズです M サイズうわ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 
単純に厚みがすごい。いきましょうか。グザッとね。うまそう。いただきます。うん、カムヤクソが、うん、いいな。これはおいしい。うん、かき込みたくなりますね。うまい。めっちゃうまいっすね。ウスターはそろそろベースに、ね、作った。あ、そうだ、ね、おいしい。なんか焼きそばの味ってウスターソースのイメージがもうなんかすごい 90% ぐらい占めそうじゃないですか。でもこれはウスターだけじゃなくていろんな味があって、そうですか、めっちゃうまい。直樹くんのうざいくらいに力の入った一句です。目玉焼き一番合います、この焼きそば。なんかもうパワーに今日応える。いや、もう感銘しました。採用で、採用で、採用よ。続いて寺やん、直樹くんに影響されてキャラ入ってます。理由なんかね、うまいからまた来てんだ。おお、かっこいい。ありがとうございます。アキナくんはトッピングに注目しました。ハムカツでもっと楽しむ石の巻。おお、これはいい。これでご主人にも出してもらえれば。そう、もう完璧ですね。あそこまで。直樹くん、突然の無茶ぶり、すみません。そうは言われても。そうは言われても。はい、そうは言われても。でも、来た。じゃあ来ました。そうは言われて も, れてもなかなかできない。いただきました。そうは言われてもなかなかできない。いいじゃないですか。これいいんじゃないですか。カニ道楽万歳、カニ道楽万歳、バッカーン元旦笑ってんじゃん。よ、兄ちゃん、モデルさんは2ヶ月で痛い。わー、いただきます。あー、惜しいよ。これはガオですね。いや、なんかね、どういうこと。希望が結ばれた。はい、笑ってて。見えた。見えた。見えた。笑ってて。石巻駅前に来ました。街ブラして魅力を探しましょう。なんかあるかもしれない、街歩いてたら。まあでもなんかありそうですけどね、まあまあまあ、右左もこう建物もありますから、はい、絶対なんかあると思うんですけどね。なんかありますよね、多分。なりありましたね。なんかあった。石巻こけし、早速なんかありました。石巻、うさんくせ反応だな。そう。石巻あったぞ。そんな反応したことあったっけ今まで。石巻こけしは東日本大震災の後、石巻を元気にしたいという思いから呉服店の店主が作り始めたこけしなんです。すいません、この看板が気になってですね、ちょっと足止まったんですけど。はい、これ僕たちもなんか作れたりするんですか。あ、そうですね、あの絵付け体験っていうのができます。お、作ってみます。やりましょう。いいですか。あ、そうです。もしかしたら先生がマイクつけてるかもしれない。その可能性ありますね。何かの奇跡が一致してるんですね。行きますか。じゃあちょっとぜひ、うん、失礼します。はい、どうぞ。2回目。そのもしかしてがそのもしかしてがね。そしてがめちゃくちゃマイクつけてるじゃないですか。現実となりました。先生マイクつけてる。すごい、先生がマイクつけてます。たまたま林と申します。林先生、よろしくお願いします。ちょっとおかけください。はい、ありがとうございます。石巻こけしの生みの親、林先生。
ムキムキですね。筋トレすぎなんでね。すげえムキムキだ。休みの日は筋トレですか。休みと言わず毎日ほぼやってますよ。太めのリブがまたかっこいいですね。太めのリブ。はい。はい、ここ太めのリブ効いてますね。ありがとうございます。あんまここ褒めなかった。それでちょっと。いつもここであんまり褒めることないがね。ですね、ここ回りますんで、回ってます。で、まあ、簡単なんですけど根元までたっぷりつけましてちょっと切ってもらって、うん、でこのバーの上に手を乗せて、うん、筆の先をもうつけるだけです。おお、一瞬で本当にね、太い線を描く時は、まあ、横にこうスライドさせる。おお、すごっ。頭の部分だけ渡してやります。ちょっとこれかっこいいですね。いえいえ、うん、誰でも簡単にできますね。もう筆がブレる間もなく一周かきてますもんね。そうですね、誰でもできますね。本当緊張しないでやってください。ではまずここに太い線を1本と細い線、細い線、太い線って書いてもらいますんで、はい、最初の方ちょっと練習で。じゃあいきますか。はい、細い線からですか。最初太い線をここに1本書きます。わかりました。おお、すごい。 おもっと太くですか。もう少しですね。はい、バッチリです。お、すごい。すごい、なんか余計な線を描いてます。簡単に。どれ上になんか、なんか裏側に。あ、本当の裏に描いちゃった。裏に描いちゃった。あ、バッチリです。ありがとうございます。ちょっと今日サクッと、はい、あれ、なんか今日やりました。筋トレしたり、筋トレしたり。筋トレではないですけど、はい、そうですよね。オッケーですね。来た。で、この隣にちょっとスペース空けてもう一本。これまたこのくぼみのこっち側でいいですか。こっちですね。こっち側ですか。はい。ゆっくりつけてみて。ゆっくり。バッチリですね。おお、すごい。いいですね。結構ね、そんなに難しくないですね。うん、オッケーですね。バッチリです。すごい。すごい。カニ道楽万歳。カニ道楽万歳。パッカーン元旦。笑っててよー。よー、兄ちゃん。お、モデルさん。いかけて、痛い痛い。うわー、おー、いただきます。惜しいよ。ガオですね。いや、なんかね、どういうこと。すごい、すごい。うわぁ、すごい。すごい、すごい。すごい、希望が結ばれた。はい、はい、笑ってて。見えた、見えた。次回のオガッタは4本ぐらいと。そうですね、はい、細細太で。そうです、うん、その目で。お前が指示出すバランス感がいいんだよね、うん、まあ、次赤だからね。知ってるわ。ブラックアキラ誕生です。綺麗ですね。ありがとうございます。ありがとうございます。貴様を褒めてるわけじゃない。ああ、そうなんですね、すいません。お楽しみに。カニ道楽万歳。カニ道楽万歳。パッカーン元旦。笑っててよ。よ、兄ちゃん。お、モデルさん。いかけて、痛い痛い。うわぁ、おぉ、いただきます。あら、惜しいよ。もう一番ガオですね。いや、なんかね、どういうこと。
希望が結ばれた。はい、はい、笑ってて。逃げた。逃げた。